敵戦車が自陣近くまで来ているね。自空砲を壊しに来たみたいだけど、無事には返さないぜ。続いて IFV まで来たわ。中央拠点が取れてないのに、IFV 単独でここまで来たのはなぜ？車両2台壊したし安全だから、今のうちに修理しておこうか。今は BF4 のセール中なのかな、初心者が増えた気がするわ。で、戦車が勝手に動き出した。また戦車泥棒か。この2週間で4回目、1ヶ月で7回目になるわ。レベル55の初心者か。しかも、結局盗んだ戦車で霊キルかよ。それより、私は命中率 3% に驚いたわ。キツネが呆然としているのが笑えるね。皆さんこんにちは。霊夢です。マリサです。フランだよ。キツネです。さてさて今回は、ザ・ブオード、US 側でのプレイとなります。今回は IFV に乗る気なんだね。IFV は、味方戦車がしっかりしていれば、自由に暴れられるので面白いんだよな。で、戦車がこっちに来てるわ。あかん、これは嫌な予感がする。不安を残しながらも、IFV で出発進行。おや、この2番席の方は。キツネが何回か観戦モードで見たことのある、上級 IFV 使いの方よ。これは、交代した方がチームの戦力が向上するわ。生で見ることができて嬉しい、と思っていたことは秘密です。戦車が今度はエコーを取り始めたわ。それはジープの役割だぜ。で、敵戦車がいきなり味方戦車の後ろに回っているじゃないの。味方戦車はマップを見ていないな。全く反応していないわ。おっと、いきなりスラム巻いてやがる。手強い敵だぜ。地雷はリロードボタンで拾って処理できます。公平だけだったかな？ここで、IFV 乗りの方が戦車に気がつきます。この方は、攻守のバランスが良いんだ。積極的に攻撃をしつつ、守備もおろそかにしないのね。キャニスター、ズーミーなので、戦車には弱いと思うけど、チームのことを考えると、放置するわけにはいかないから行くんだね。私もランチャーで補助します。これは、直進性の高い相撲だね。で、18ダメージしか出ない。どうですら、21ダメージ出るのに。エンジン部分に当てると45ダメージなんだけど。ここは修理せずに、もう一発撃った方が良かったかもね。ズーミーは弾が少ないので、IFV はもう攻撃手段がなかったかも。結果的には、この戦車、路獲できるので良かったんだけど、プレイとしてはロケラン撃つべきだったかもね。いいでは相手、ロケラン撃ちます。公平名物、ゾンビアタックをするのね。この場所からより近いのは、戦車だ。戦車のお尻が見えているわ。ここ、ひろたこ、いただきます。ここは、で、また18ダメージしか出ない。おっと、この低ダメージのおかげで路獲できたわ。敵 IFV もここまで来ているのね。おいおい、また味方戦車ベイロンに向かってるな。敵 IFV と対空砲が入ってきているので、戦ってほしいんだけど。ちなみに、今の脇ポイントは、車両乗りの人は知っておくといいと思います。あの脇ポイントを警戒しておかないと、お尻を安倍さんに掘られるからね。にしても、公平ってきつい役回りだよな。そうそう、どうして私たちが倒した相手の名前を、モザイクで隠しているか、一度話しておこうか。車両に乗っていると、何度も何度も同じ相手を倒すことがあるんだよね。それは下手な人ということではなくて、車両を相手するという、そんな役回りを、チームのために引き受けている人たちであることが多いの。私も歩兵の時は、ほとんど車両と戦っています。だから、むしろ同志と思っているのよね。よって、恥をかかせるようなことはしたくないんだ。よし、破壊した。ただし、自分のプレイを逆側から見て、次に活かしたい人もいるかもしれないので、ログは見えるようにしています。さて、ゲームの方だけど、偵察ヘリが自走砲を壊しに来たわ。今、スポットしたことに注目して。実は、自陣近くで鉄航空機をスポットすると、設置されてある、固定対空砲が自動で攻撃をしてくれるんだ。もちろん、敵の乗り物は常にスポットしておくのが理想だけれど、固定対空砲の起動の仕方を知っておくと、とても役に立つと思います。ところで、今回の敵にはフォックストロットからエコーへと、何度もウラトリアタックを仕掛けてくる、手強い軍隊がいるわ。終盤まで激戦になりそうな予感。このロックオンは、C 拠点屋上のソフラムかな。あまり使っている人いないけど、やられるととても嫌な兵器です。逆に言うと、とても効果があるということだな。今回の2番席の技能はソフラムじゃないの？
ソフラムも強いんだけど、特にこのマップでは近接スキャンがとても役に立つの。ちなみに、この IFV はキャニスター、グーミーで、対歩兵に特化したセッティングになっているわ。だから、10番席がキルする必要は全然ないのね。スポットと、1番席と逆側を向いて警戒をしておくんだ。画面中央下を見ると、それぞれが向いている方向がわかるわ。長い方が1番席で、短い方が2番席の向いている方向ね。おっと、M にスラムが置いてあるぜ。あれはバレバレね。スラムは入り口や、側面の障害物に貼り付けたりして、1箇所にまとめるといいのよ。よし、屋上の敵もあらかた片付いたみたいだね。B 拠点まで押し込むのかな。以前、キツネは絶対にグラボーまでは行かなかったよね。最近は、少し行くようにしています。だいたい、今の位置ぐらいで待っていたわ。その理由は2つあって、1つはデルタに抜けてくる敵に備えるためだったんだけど。正論に抜ける敵を警戒するために、この左の道に出る方がいいかもしれないな。もう一つは、圧勝だと試合に興味がなくなるからなんだよね。あまり攻め込むと、敵が SR 引っ張り出してきて、完全に試合終了になっちまうんだよな。あ、今のは全然降りる必要ありませんでした。傾斜量に強いキャニスターだから、たった4発で破壊できるわ。この場所ね、キツネも最近は、この辺りまで来るようになったわ。ディフェンス型だから、デスも少ないけどキルも少ないんだ。それを改善中なんだな。他のプレイヤーのいいところは、どんどん取り入れていかないとね。ところで、このチクチクダメージは対空砲か？ダメージは小さいけど、遠くからだから厄介ね。修理は耐久力が多いうちに、こまめにしていきます。逆に、半分を切ったとき、逃げれる場合は一度多く逃げた方がいいんだ。ちなみに、ズーミーは対空砲の方が当てやすいです。対空砲のズーミーも、この2つの耳から交互に出るんだけど、IFV より間隔が狭いんだ。この右の窓が運転席だよ。で、間隔が狭いので、ほとんど正面に発射される。だから、IFV より当てやすいのね。キャニスター IFV の欠点は、対車両線に苦戦するところなんだ。それに、あの対空砲、前取りがうまいわ。きっとナノアルブ賞に違いない。あれ、行っちゃうの？まずいな、敵戦車が逆サイドにいるはずよ。しかし、たとえ2番席でも車両と心中というのが、戦車寄りの違いだぜ。うん、敵もなかなかいい腕しているわ。で、別拠点で裏取り部隊と戦った後に飛びます。戦車がまた回ってきてんじゃん。これはずっと同じ人なのかな？私はフォックストロットで裏取り部隊が暴れているうちに、チャーリー、デルタを取り返した方がいいと思うんだけどね。よし、IFV の天敵である戦車がしばらく出てこないので、中央拠点で暴れさせてもらおうぜ。お、軍隊長も指示を出してくれてありがたいわ。おっと、HVT 指定の敵が近くにいるようよ。さっきのあの対空砲が指定されていたのか。あの人、位置取りがとても上手よね。ところで、ここの立ち回りがキツネと少し違うわ。私はこの旗状況では、このラインから右側を守ります。地上から D に攻め込ませないようにするのね。そして、ランダム脇自体にリスクを与える方針だからね。同じ車両乗りでも、流派の違いがあるんだな。さらに、キツネはこのラインより前にはなかなか出ないわよね。屋上に敵がいるときは、中央よりこっち側には来ないわ。キルを取るには、ある程度、リスクを背負って攻め込むことも必要かもしれないな。あれ、さっきのビーコン、まだ壊せていないようよ。嫌な予感がするわ。あ、偵察兵が C4 持って、復活してきたわ。偵察兵にまで C4 持たせるのはやりすぎだぜ、ダイスの旦那。援護兵の特権だったのにね。一発停止力で今まで動けないとか、C4 強すぎ。この後、上から C4 投げられてやられました。少し飛んで、中央に敵味方の兵器が集まっての押し合いになります。たまに壊されつつも自走砲はずっとキープしているので、こちらが優勢よ。ここで、一つ注目してほしいことがあります。今、この IFV が走っている地面を見て。とても綺麗だよね。このチームはわかっている人が多いんだけど、時々、味方側に地雷を撒きまくる人がいるんだ。非常にまずい行動なんだ。次の短い動画をご覧ください。これ途中参加で、戦車に乗って出てきたんだけど、味方サイドの地面がボコボコだったんだ。原因は、味方がこっち側に地雷を撒きまくっているからね。
戦車で最古の動きだから、IFV や対空砲は全く動けなくなるぜ。そして、これ地雷の誘爆を狙われたら、突撃兵にでもやられてしまうわ。さらに一番怖いのが MAV なんだ。あれは遠距離からでも誘爆を狙えるの。実際にやられたこともあるぜ。逆に敵側に地雷を撒くと、たとえ引っかからなくても地面をボコボコにできるのね。このボコボコ問題は、一度話題になったことあるんだけど。ダイスは、何の理由説明もせず。我々は現状に満足しているの例のセリフを吐いて終わったんだよね。いいね。地雷は敵側か、側道に撒くんだよ。試合の方に戻ると、4拠点キープの状態がしばらく続きます。これ、もし600チケットだとこのまま終わってるぜ。そこそこいい試合だったけど、まあ普通に解消よね。ところが、800チケットがやはり面白いのは、最後に一山来ることが多いからなんだ。お、ペイロンが点滅し始めたぞ。この裏取り部隊、もう何度目かわからないぐらい来ているわ。さらに、ボックストロットだけじゃなく、きちんとエコーにまで流れてくるのよ。自走砲も何度も壊されたし、かなりできる分隊だな。あ、マップ見て。敵側に地雷をたくさん撒いてくれているわ。この試合、歩兵も、両陣営ともになかなかのものよ。もちろん、打ち合いに強いに越したことはないんだけど、コンクエストには、コンクエ的なうまさというものもあるのね。うわ、今度はあんなところにソクラム置いてやがる。このマップのポイントをよくわかっている偵察兵ね。この試合は、墓地じゃなく、本格的な偵察兵が多くいるわ。あ、やっぱり S から E に敵が流れてきたわ。マジで手強い奴らだぜ。さらに、このデルタにも臆せず入ってくるわ。そして、どうにもいい拠点が取り返せないので、中央拠点を抑えていた、この IFV が下がります。近接スキャン機器なので、エコーを取り返すには持ってこいよ。さて、どこに隠れているんだい？反応あり。あ、この兄貴、今 C4 取り出しただろ。このように、車両で拠点に入るのは危険なんだけど、緊急の時は仕方がないわ。ちなみに私の場合は、仲間が来た時点で、旗の範囲から離脱します。C4 が怖すぎるからな。あ、裏からこっちに向かってくる敵がいるわ。危ない。あっという間に耐久力48よ。しかし、修理工兵器だと、そう簡単にやられないぜ。ログを見ると、やはり同じ分隊が来ていたようね。どんな広いマップでも、ショットガンで出てくる、個性的な方がいたのでわかったぜ。そろそろ片付いたかな。あ、偵察兵よ。なんて厄介な。できる偵察兵と、墓地は千と千ほどの差があるな。手こずっている間に、中央拠点を取られてしまったわ。で、この後、S 拠点にまた侵入されて、中央拠点をキープされ続けています。そして、とうとう自走砲を敵に取られてしまったんだよね。ロシア側に自走砲を取られると、ほんときついんだよね。このマップ、司令官モードと、自走砲さえなければ、かなり満足のいくマップなんだけど、HVT 司令と自走砲の組み合わせが複数に、片側司令官だと、終わっているわ。こっちの司令官が、後から入ってくれてとても助かっています。じゃあ、自走砲が攻撃してきやがった。ここから苦しくなるわ。何人もの敵がこの IFV の方向を向いているので、スポットされて狙われ続けているのよ。さらに、敵が E 拠点の少し前に防衛ラインを引いているので、なかなか押し返せないぜ。チケット差がかなり縮まってきているわ。この自走砲の弾道を見ると、ブラボーのすぐ横ぐらいにいるようね。お、これは、自走砲を壊しに行く予感がするぜ。こういう時は、2番席は機銃を撃たないように気をつけて。おや、こんばんは。あれは、こっち向いているわね。スポットされてしまったかもしれないわ。しかも工兵か、森林のランダム脇で、あそこにいたんだな。さらに、敵 IFV が猛然とこっちに向かってきているわ。そして、何かにロックされている。これ、あかんやつだわ。逃げろ逃げろ。自走砲はどこかな？あそこか。スポットでこっちに気づいて逃げられたわね。ただ、敵陣にまで押し込めたので成果はあったかも。お、敵 IFV がまだ追ってきているぜ。この時点で、何をやるか気持ちが通じている気がします。敵を十分引っ込んでから、反撃するつもりなのね。ふふ、欲張りすぎたな。今です。IFV 相手なら、相撲で十分ダメージを与えられるわ。IFV 単独で、突出しすぎたようね。敵は C4で叩いたぜ。
よし、あとはガルシムを必死で取り返すだけだぜ。最後はやられてもいいから、前に出てブロックね。最近、あまりいい試合に巡り合っていなかったけど。これは、敵味方ともに主力を突きたい試合だったね。まさに、ずっとゲームね。お疲れさん。全力を出した上に、勝てると楽しいね。トップは AFV の方よ。敵がなかなか手強い中でもさすがだわ。分隊長も指示出してくれたし。分隊員も、公兵と突撃兵を使い分けてて、いいチームだったわ。その他に、司令官、地雷公兵、C4 バギーなどの活躍も忘れてはいけないわ。私も自分で満足のいく働きができたと思います。専門の2番席乗りというのは、単に修理をするだけの存在ではないんだ。チーム全体を下から支えられるのが、2番席の醍醐味だぜ。それでは皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。またね。